那須宗一っていうんだ。どう書くかっていうと、那須というのは那須って字で、ちょっと難しいか。ま、わからなかったら日本地図でも見てくれ。真ん中あたりで同じような地名が見つかったら多分それだ。那須さんでいいですか？いいさ。宗一っていうのは宗一って書く。どうしてそうなのかは俺も知らないから聞くな。宗一さんですね。丁寧に教えてくださってありがとうございます。私もずっと覚えてますから。無理することないさ。毎日来る客の名前なんかいちいち覚えていた日には脳みそがいくらあっても足りないからな。じゃあ那須宗一さんでいいですか？いいとも。ところで仕事の方は大丈夫なのか？あ、そろそろ戻らないといけないです。私、厨房の方で働いているので、お店が営業している間はあまりこっちには出入りしちゃいけないんですけど、でもボーイさんの手が足りない時は代わりに飲み物を運んだりテーブルの後片付けをしたりしていますので、何かあったらお気軽に声をかけてくださいね。竜田七海か。最初から知ってたさ。会員って
やはり俺のことなんだろうな。気にするがいいさ。うるせえ。
繋いでくれ。誰だか知らないが、セールスも新聞の勧誘も新興宗教の布教も得体の知れない募金活動もよそでやってくれ。そうだ、下の階には暇を持て余したジジイが山ほどいるから、奴らのところに行ったらどうだ。猛録しているくせに金だけはがっぽり溜め込んでいるような連中ばかりだ。どうせそんなもの墓場まで持っていきやしないんだから、うまくダマくらかして丸め込んで、もとい真摯な営業活動によって相互理解を深めて、好きなだけノルマを達成してくれ。やつらの頑なな財布の紐を緩めさせることができれば、不景気な世の中にも多少は貢献できるってもんだしな。じゃせいぜい頑張ってくれ。成功を祈ってる。誰が猛録したジジイじゃと。悪い悪い、別にあんたのことじゃないんだ。下の階の老いぼれどもがあまりにもムカつくんで、つい行ってみただけで。猛録したのはお前さんの方じゃろうが、那須総一。ようや住民の尊厳と自治を守る会の会長を忘れるとはの。想像じゃ、それすら忘れてしまったのか。言い忘れておりましたが、ただいま那須総一は外出中でございまして、このメッセージはすべて録音されたものでございます。何かご用件がございましたら、ピーという音の後にメッセージを。セキュリティコード33だ。外部からの接続を今すぐ遮断しろ。おい小僧、猿芝居は予算か。そこにおるのは分かっとるんじゃ。コード33だ、さっさとしろ。接続を一方的に切ろうとしたな。無駄じゃぞ。すでにこの建物のセキュリティシステムは我らが住民の自治と尊厳を守る会の完全な統制下にある。エレベーターで押しかけないだけ紳士的だと思うんじゃな。どうじゃ、
まだだんまりを続ける気か。この悪徳不動産屋が満足に応対もできないとはな。さては人道に戻る所業を繰り返した挙句、人の言葉まで忘れてしまったと見える。恥を知り恥を。このアナグマ、カミキリムシ、大黒横ばい、農作害虫。ここまで言われてもまだ黙っているとは。お前さん、ひょっとしてわしが怖いのか？下を汚れ一人相手にできないで部屋の片隅で震えておるのか。図体ばかり大きくなっても所詮はガキじゃの。中身は育児もなければ度胸もない、ただの臆病者か。このクソジジイ、言わせておけば調子に乗りやがって。上がってこい、今すぐここまで上がってこい。いくらでも相手になってやる。かかったな。少しつついたくらいで激高しよって、そういうところがガキだというのじゃ。が、それでわしを部屋に招いてどうしようというんじゃ。まさかか弱い老人相手に手を挙げようというのではあるまいな。そこまで恥知らずなやつではあるまい。うるさい、貴様のどこがか弱いんだ。都合のいい時だけ老人面しやがって。わしは真摯じゃし、奥ゆかしい性分でな。お前さんの小汚い部屋への招待は遠慮させてもらうよ。ここは一つ冷静な大人同士として話を続けようではないか。いくらでも相手になってくれるそうじゃしな。わかったよ。さて、どこから話し始めたもんじゃの。最近季節の変わり目になると体の節々が痛んでの。ばあさんはリュウマチじゃないかというんじゃが。よくわかったからさっさと上がってこい。永久に痛みを感じないで済む状態にしてやる。今時の若者は礼儀を知らないようじゃな。目には目を、歯には歯を、比例には比例をってことさ。古臭い例えは知っているくせに、敬老精神という言葉は学校に置き忘れてきたようじゃの。思い出せないようなら鳥頭という言葉とともに根節丁寧に教えてやるが。うるさい、ジジイだからって威張るな。弱いを重ねただけの人間が無条件に尊敬される時代なんてものは20世紀で終わってるんだ。知識と経験の備わってるジジイなら相応の態度を取ってやるさ。だからさっさと要件を言え。まったく世知辛い世の中じゃの。まあよい。実は昨日の第862回定時総会で採決された案件について報告しようと思っての。若造とはいえ大家であることに違いはないからな。やけに首相じゃないか。勝手に改築を繰り返したりセキュリティシステムを乗っ取るような連中の言葉とは思えんな。
住宅を住みよく改築するのは住民の当然の権利じゃて。元は信用金庫のオフィスだったかなんだかは知らんが、なんじゃこのわけのわからないマンションは。外見はともかく、肝心の内部のリフォームは中途半端で投げ出されたままで住みにくいことこの上ない。そのくせセキュリティシステムだけは狂ったみたいに張り巡らされていて、部屋の往来も満足にできんかった。そんな欠陥物件にわざわざ我慢して住んでやっているのじゃ。多少のことは多めに見るのが大家の度量というものじゃろう。分かった分かった、その話は何度も聞いた。そうじゃったか。最近物忘れが激しくてな。にしてもセキュリティのことといい、分譲マンションにしては異常に厚い外壁といい、お前さん本当はよっぽど後ろめたい仕事をしているのじゃないのか。それともよっぽど大切なものでもあの部屋に隠している。金持ちっていうのは用心に越したことはないのさ。まあ、あの荒廃してゴキブリすら餓死しそうな部屋を見た限りでは前者の方じゃろうがな。貴様、勝手に入ってみたのか。あて、よく聞こえなかったが、何か言ったかな。まあ、さっさと嫁さんでももらうことじゃな。そうじゃ、とっておきの可愛い女子を紹介してやろう。本当か。ちょうど、わしの娘が夫に愛想を尽かして別れたばかりでな。そう、流行の言葉で言うところの熟年離婚ってやつで。断る、断固拒否する。頼むからやめてくれ。それから前世紀の流行語を使うのもやめろ。すでに死語だ。では前向きな返事をもらったということで。聞こえてないのか。全力で断ってるだろうが。顔に似合わずシャイなやつじゃな。わかった、この話は密かに水面下で進めておこう。もう一度言ったら貴様も水面下に沈めてやるからな。やはりその筋のやつじゃったか。物騒じゃの。うるさい。お前の話の方がよっぽど物騒だ。それより話が全然進んでないじゃないか。定時総会で採決された案件とやらを報告するんじゃなかったのか。おお、そうじゃった。なぜそれを早く言わん。それは俺のセリフだ。ともかくじゃな、昨日の総会では管理人の後任人事について話し合いが持たれてな。なんだそんなことか。つまんないことで。ってちょっと待て、後任人事と言ったか。そう聞こえなかったか。また管理人をクビにしたのか。いなくなったんじゃ。探さないでくださいと書き置きを残してな。どうやら田舎に帰ったらしい。同じことだ。一体これで何人目だと思ってるんだ。管理人は建物や付属する設備の保守や管理のために雇われているだけで、貴様らの召使いってわけじゃないんだぞ。今度は何をやらかしたんだ。何もしなければ帰るわけないだろう。ほんの少しばかり、ほんの3
些細な行き違いがあってな。先日ゲートボールのコンペティションがあったのじゃが。コンペなんて言葉を使いたいなら最初からゴルフに言っとけ。というかあれは人死にが続出したせいで全盛期に禁止されたんじゃなかったのか。いい加減なことを言うでない。ゲートボールこそは紳士淑女のスポーツ、オリンピック正式種目採用の日も近い日本の誇る国技じゃ。そうだっけ。俺の聞いた話じゃ確かフランスのクロッケーとかいう競技をもとに考案されたスポーツで5人対5人のチーム対抗戦なんだとか。いかにもジジイどもが5人でチームを組んでスティックと呼ばれるハンマーを力任せに振り回して鋼鉄の球をぶったたき互いにぶつけ合うんだよな。おい、相手が倒れて動かなくなれば得点で、制限時間内に何人コートに沈めたかで得点を競い勝敗を決する。球をなくしたらその瞬間からプレーオフが宣言されて球の代わりに相手をハンマーでぶったたくんだとか。何のことかよくわからんが、お前さん勘違いしておるようじゃな。それは多分ガロットボールと呼ばれる大昔に流行った競技じゃよ。危険すぎて当然今では禁止されておる。わしが言ったのはゲートボールじゃ。どうやらスピーカーの調子でも悪くて聞き間違えてしまったようじゃの。知ってるさ、わざとからかったんだ。そうじゃったか。若いのになかなか物知りじゃな。公に禁止されたとはいえ今でも刺激に飢えた連中の間で密かに行われているらしいけどな。昨日みたいな月の出てない夜なんかにさ。腕っぷしの強いチームなんかはゲーム開始直後にわざと球をどこかに吹っ飛ばして、そこから先はもう見てられないような、それはそれはものすごいゲーム内容になるらしいな。まったく野蛮極まりない。そうか、お前さん昨日の夜見てしまったのか。見たって何をだ。ってまさか貴様ら。さて管理人の後任人事の件じゃが。いきなり話を戻すな。事情を聞きたかったのじゃろう。それとこれとは、まあいい。とにかく管理人の件についての釈明を聞こうか。言っておくが、貴様らがゲートボールと主張する怪しげなクラブ活動についても後できっちり調べさせてもらうからな。知ってしまえば取り返しのつかないことというのも世の中にはあってな。じゃがお前さんは手をくれか。わしにはもう闇を出歩く際には十分気をつけるようにとしか言えぬが、残された時間をせいぜい悔いのないようにな。不吉なことを聞こえるようにつぶやくんじゃない。で管理人はどうなったんだ。おおよその予想はついてるかな。どうせ貴様らのクラブ活動の練習台にでも使ったんだろう。まだやっとらんのかい。まだっておい、遅かれ早かれやらかすつもりだったんだな、この犯罪者集団が。何のことじゃ。わしらはゲートボールの話をしてるんじゃよな。好きなだけそう言ってるがいいさ。いつか尻尾を掴んでやるからな。
さあ、続きを聞かせてもらおうか。だから、先日のコンペでわしらのチームが優勝したわけじゃよ。そうか。なんじゃその、あからさまに興味のなさそうな返事は。わあ、すごいな。とでも言えというのか。それでよい。そりゃあもう、すごい戦いじゃった。特に決勝は、血で血を洗うような死闘でな。ほう。乱れ飛ぶボールの中をかいくぐっては、スティックを打ち下ろし、打ち下ろし。なんとかプレーオフまで持ち込んだものの、外からには戦友の大半は倒れ果てて。な。最後の一人を放った時には、わし以外に立っている者はおらず、コート一面は赤黒い血で染まっておってな。まったく決勝にふさわしい大勝負じゃった。紳士淑女のスポーツなんだよな。まあその例え話じゃよ。コート一面が血で染まり、金なかったくらいのすごい試合じゃったという意味のな。足を取ってくると、どうも話が大きくなっていかんの。一応念は押しておくが。分かってるさ、ゲートボールの話なんだろう。いいから先を続けろよ。分かっているならそれでいいよ。とにかく激闘を制した我らは、それがチーム結成から通算して50勝目に当たることもあって、戦勝記念碑を打ち立てることを計画したのだ。我らの戦績を後世に伝え、末代まで称えられるようにな。伝えなくていいというか、残すんじゃない、そんなもの。何か言ったか。幻聴だろ。年を取るとよくあるそうだ。そうか。戦勝記念碑建立に関する諸書の案件は第831回定時総会にて満場一致で一括承認された。こうして記念碑の制作が順調に進められたのじゃが、問題が生じたわけだ。記念碑自体は完成したのじゃが、それをどの場所に設置するか協議するのをうっかり忘れておったのじゃ。総会では敷地内のどこかに設置するということしか決めてなくてな。敷地ってやっぱりここのことなんだよな。完成した記念碑が届けられた時、大混乱が生じてしまったわけじゃよ。会員はわしのように物分かりのいい老人ばかりじゃないからな。本来ならたっぷり十数回は総会を開いて協議を重ね、全会員の一致によって決定すべきところを、設置業者が帰ってしまうというので、いきなり多数決で決してしまったのじゃ。とりあえず採決に従って正面玄関のすぐそばに設置してはみたものの、いろいろと禍根が残ってな。その後の総会が荒れること荒れること、なまじ長生きしているせいか、あるいは半分はそっちの世界に片足を突っ込んでいるせいか、どいつもこいつも偏屈な上にやたら信心深くてな。警官がどうとか文句を言うぐらいならまだマシな部類で、やれ地震災がまだだったとか、風水か何かは知らんが、方角が悪いだの、地勢がどうだのと散々騒ぎ立て、挙句の果てには精神の維持だの、宇宙意志だなと言い出すやつまで出てくる始末。このままでは収拾がつかなくなると判断したので、もう一度設置場所については白紙に戻すことにしたのじゃが。それで事態は好転したのか。いや、むしろ悪化した。だろうな。
いつまで経っても場所が決定できないので、もう一度投票を行って、最も得票した候補地に実際に立ててみて、現物を眺めながら話し合おうということになった。思い返せば、これが悲劇の始まりじゃった。まさかと思うが、管理人を巻き込んだわけじゃないだろうな。ありていに言えばその通りじゃ。当然ではないか。記念碑は敷地内に立つわけだし、建物に付随する備品とみなせるから、管理人にも責任が。なわけあるか。都合のいい方にばっか解釈しやがって。まあ済んだことは仕方あるまい。いい若者が細かいことを気にするものではない。これが細かいことか。管理人は承諾したんだろうな。昨日優しい男でな、最初は遠慮しておったのじゃが、我々が退去して出向いて記念碑を建てるに至った栄光の50銭についてこと細かに話してやったら、急に物分かりが良くなってな。進んで協力を申し出てくれた。気の弱い男を取り囲んで恫喝したようにしか聞こえないが。失敬な。とにかく管理人の快諾を得た我々は早速記念碑を設置してもらうことにした。設置工事自体は人間が一人入れる程度の穴を掘ってコンクリート製の土台を埋め込み、その上に記念碑を建てるというごく簡単なもので、まあ大の男が汗みどろになって働けば1時間もかからないような、ほんのちょっとした作業じゃった。要は激しい肉体労働だったわけだ。お前さん、事情を聞きたいのか聞きたくないのか。うるさい。だらだらと言い訳ばかりしやがって。今さらいくら言葉を飾っても事実は変わらないだろうが。しかしまあその程度の作業なら別に辞めるほどの理由でもないような気がするが。一回だけならよかったんじゃな。多数決で決めた候補地に設置してもらうわけじゃが、管理人が穴を掘っている間に少数派の巻き返しがあってな、記念碑が設置された頃には多数派は切り崩されて少数派に転じてしまっているわけじゃ。するとどうなる。そうなると記念碑を眺めながら話し合ったところでまとまるわけもないので、最初からやり直しということになる。管理人には申し訳ないが、記念碑を土台ごと掘り出してもらって掘った穴を元通りにしてもらってから、新たな投票で決まった候補地にまた穴を掘ってもらうわけじゃ。だが新たに記念碑を設置した頃にはまた少数派が巻き返して、掘ったり埋めたり掘ったり埋めたり掘ったり埋めたりって、そんな無駄なことを何回やらせたんだ。まあそのせいぜい3回か。惜しいな。3日だ1日目のうちはぐったりと疲れている程度で、特にどうってことなかったのじゃが。どうってことはあるだろう。2日目からブツブツと独り言をつぶやいたり、シャベルをあらぬ方に振り回したり、不審な挙動が目立つようになってな。どうやら危ないやつだったようじゃ。お前らのせいだ、お前らの。3日目が終わる頃にはうつろな目をして黙って掘っていたので、多少物分かりが良くなったのかと思っていたのじゃが、その矢先に逃げ出しよった。まったく、作業を途中でおっぽり出して逃げ出したひどいやつじゃ。ひどいのはお前らの方だ。ここは刑務所でも捕虜収容所でも思想犯の再教育施設でもないんだぞ。まったく何してやがる。それは精神的な拷問の一つだろうが。単調で何の意味もない上に、いつ終わるとも知れないような強制労働をぶっ続けてやらせてみろ。常人なら発狂して廃人になりかねないぞ。3日も持ったのが不思議なくらいだ。逃げ出して当たり前だ。失敬な。我らの記念品が
単調で何の意味もないとは何事じゃ。うるさい、もう聞く耳持たん。勝手にしろ。あの管理人を探すために僻地にまで求人を出してどれだけ苦労したと思っているんだ。この界隈じゃお前らの悪名がとどろいているせいで管理人になりたがる奴など一人もいないんだぞ。分かってんのか。それはすまんかったな。今回の件については確かに我らにも行き過ぎた点があったようじゃな。今さら反省したところでどうにもなるか。管理人の後任人事だと。ふざけるな。後任はお前らで探せ。俺はこの件からは一切手を引かせてもらうからな。まあそんなに熱くなるな。今からそれではわしのように長生きできんぞ。安心するがいい。後任はちゃんと総会で決定してある。これでお前さんが僻地から詐欺同然で連れてくる苦労もなくなったわけだ。まずは一安心というわけじゃよ。で、なんじゃ。つまりお前は後任が決定したからそれを伝えに来たんだろう。さっさと言って帰れ。今の非常にムカつく発言は聞かなかったことにしてやる。おいや、まだ分かっとらんのか。何のことだ。総会では管理人を会員の中から選ぼうということになってな。そこで今回の反省を踏まえて管理人たる者にふさわしい条件が話し合われたのじゃよ。総会の内容を全て話すと日が暮れてしまうので手短に言うが、健康な肉体と精神を持ち責任感にあふれ使命に燃える若者が望ましいということになってな。その条件に沿うものを前回一致で選出したのじゃ。全員揃って目録したらしいな。会員ってみんなジジババばっかりだろうが。そんなことも忘れてしまったのか。ところが我が会に一人だけあるのじゃよ。